視聴ありがとうございます。今回は鶏手羽元の甘辛煮を作りたいと思います。味を染み込みやすくするためにフォークで刺した後に塩を振ります。お酒と胡椒も振り調味料を合わせます。醤油にみりん、砂糖を入れて混ぜ合わせます。鶏肉を袋に入れて薄力粉を入れてまぶします。鶏肉をフライパンに入れて焼き色をつけたら合わせ調味料を加えます。しばらくするとくるので絡めます。あとはお皿に盛り付けて出来上がりです。